そしてバッターボックスには宗という場面です。取れませんね。たまにあるんですよね。ああ、そうですか。スプレーつけるじゃないですか。はいはい。それで少しバットがこう太くなったりしてですね、抜けなくなったりするのただあるんですよ。はい。結局ついていない方の方バットです。ね、あ、今取れましたけど取れましたね。はい。あ、その中心に行ってもらいたいですよね。はい。これはどうか。大きいぞ。大きい。地元神戸で鮮やかなアーチを描いた明石商業高校出身の北亮斗。初球からいったセカンドです。一塁送られてスリーアウトになりました。そのお声でしたけれども、セカンドヒッティング打っていく。ショート取れません。リフトに抜ける。ノーアウトランナー三塁一塁。ヒッティングに切り替えて紅林。山本由伸が今シーズン15勝目を挙げて、キャッチャー弾いてランナーいきました。山岡です。 6-4-3 と、おっとランナーに当たりました。足立の送球がランナーに当たりました。こんなこともあるんですね、夢岡さん。真正面来ましたね。そうですよね。まともに目の前にランナーがいるという状態になりました。足立も、はい、やめようとしたんでしょうけどね、